か、はい、まあ、YouTuber の間でバズってるじゃがりこを使った簡単にできる料理があるっていうことなんで、はい、それをね、はい、やってみたいなと思います。イエーイ。これね、うん、今ね、うん、めっちゃバズってるらしい。バズってるって何？流行ってるみたいな。なるほどね。そんな感じ。なるほどね。考案者はなんと料理のお兄さんっていうリュウジさんが考案者らしくって、はい、ツイッターでこれ美味しいよみたいな感じであげたら、うん、リツイートとかいいねとかブエーって、で YouTuber もこぞえばこぞってウェーやりだして、だからその波にね乗っとこうかなと思って。大きいウェーブ、うん、でもなんかみんな美味しい美味しいって言ってるから、まあ、美味しいのかなって思うからちょっとさ、今回はでんじゃがバター味とでんサラダ味とでんチーズ味、このね3つでやっていこうかなと思います。それぞれでじゃあ作ろうかなと思うんだけど、何味作る？あーいい感じに分かれたね。レッツクッキング。容器ね。はい。じゃあこのじゃがりこをね、出します。ウェーイ。はい。はい。これね、なんかね、ちょっとねポキポキ折った方が混ぜやすいらしいから、ちょっとポキポキ折っとこう。うん。あ、食べた。ん？食べてないよ。食べてる。うん。何食べてるの？もう食べる。うん。じゃあここにこのね裂けるチーズの登場なんですが、はい、これをどうすると思いますか、りゅうちゃろさん。食べる。このチーズをどうすると思う？じゃがりこに巻いて、ま、じゃがりこに巻く。これ結構太いけど、これをこの粉々にしたやつに巻くの？これを裂くの。うん、これ裂いて、裂いてどうすんのそれ、りゅうちゃん。薄く裂いたのを、うん、どうすると思う？こういうやつに、うん、こうやってぐるぐる。姫は、姫はこれを上に乗せる。はい、姫ちゃん正解です。これを裂いて、りゅうちゃんも姫ちゃんもどん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 このね上に裂いて裂いて乗せてってください。やっぱりりゅうちゃろ先生はなんかもう頭脳の作りがちゃうわ。水分があるんだけど、ね、なんかブヨブヨになってるね。おろろろろ。
これを美味しいのかね。あの正直今の現状すごく美味しくなさそうだけど大丈夫かな。これわかんない。バーもしかしてあれかな、ちょっとつまみ食いしたのがダメだったのかな。どう混ざってきた？混ざってきた。見て見て見て、いくよ、はい、せーの、みょーん。せーの、いただきます。うん、うん、はい、じゃあリュウちゃんが今度ジャガバターで、ふめちゃんチーズ、でママサラダ。チーズとチーズ。うん。うん、おいしい、おいしい。おいしいな。やっぱサラダ。やっぱサラダが一番おいしいかも。うん。スイメロファミリーが3種の味をやってみた結果、一番美味しかったのはせーの、これ。やっぱサラダがな、一番美味しかったな。キングオブ王者。どう、これあの夕ご飯とかでさ、ハンバーグとかの添え物にこれがポンって出てきたら食べる？うん、サラダやったら。サラダやったら食べる。サラダやったら食べる？サラダじゃなかったら食べや。残す。うん。うん、これ美味しいな。やばない、やばない。はい、って感じでね、今日はね、流行りに乗ってジャガーリゴを作ってみました、はい、はい、よかったら皆さんもこの流行りに乗ってみてください。はい、はい、よかったらチャンネル登録と高評価やろめろ、バイバイ。いっぱいしなくてよかった。サラダうめえ。泣いそう泣いそう。姫が買っていたね、初めて。はい、りゅうちゃん、姫ちゃん、あのじゃがりこじゃがりこやって。じゃがりこ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